屋久島の勝負どうも納得いかん。俺の会話力が純平あたりと大差ないだと、あんな本能の赴くままの喋りと一緒くたにあしらわれただと。 あなたは自分の言動によって周囲に笑いを起こすことができますか。まあ、確かに多くはないかもしれんが、そのくらいは俺だって。注意、笑わせることと笑われることは全く別のものです。人から話しかけられた時、正論や解決策ばかり答えようとしていませんか。口下手な男性によくある思考パターンです。 空気を読んでください。否定できん。では、異性の友達や後輩に話すつもりで、行きつけのお店に誘ってみてください。笑顔とユーモアが大切です。いや、いや、いいところであった。グッジョブ。 これから海牛に寄って帰るんだが、一緒にどうだ？ユーモア、ユーモアか。海牛だけに、海牛、海牛、海牛。もう！理事長か俺は。やめだ。<笑>